でも確実に骨盤の移動してる距離はこっちの方が、はい、でもこっちがめっちゃ狭くなってこっちが、はいはい、B サイドに行った時に全然腰の周りとは肩の周りは違うんだよね。こっちの方が黄色の方がもうちょっと回ってるんだよね。で肩とかが回ってるってことは顔残せないっていうから、でやっぱりシャフトリーンってシャフトの違うんだよね。でやっぱりでそれプラスサイドライン顔の見てる方向も全然違う。でインパクトからの手の返しとはでもハイハンドで返すモデルはハイハンドになりやすいんだけど返さなくてよくなったね。手元が下がってきたよ。で手の返し度合いがちょっと減った。でこうなるとクラブのヘッドの軌道も微妙に変わって、で手の軌道も微妙にこっちの方が幅が大きかったんだけど手の軌道こっちの方が変えてるみたいな感じで、というわけでとても確実に比べてという部分は手もヘッドもすごく大きかったよっていうのと、とても良いね。OK、これと。はい。あ、ごめん、ちょっと。そうだね。いや、そうだ。クラブのヘッドの軌道が、これで、今までは、これ、当番に当たってるね。立場の中なんですけど、これは、それを動かして、ここが、ここの線に、こうボールがあったとしたら、前って手の角度が安定してたら、クラブのヘッドはこのちょうど隙間のところ、この線のところに手が真ん中に返して、パーンと打てるんだけど、今までは手をすごい返してたから、こうやって、スイングの範囲で左の角度から、クラブのヘッドまでの距離を長くして、パーンと。でそうするとここにボールがあるはずなのにこうやって半径長くしてだからここからまあクラブのヘッドの中心正座の中心がずれてるんですよ。その分君はこうジャンプするなり回転してなんとここでタイミングが合って中心に持ってきてたんだけど、今それがなくなったからこの状態で打ったら今度はこの今までこうやってタイミング合わせてこうやってたのをやらずに済んでるからちょっとタイミングが合わないかな。それだけちょっと練習で把握しておいて新しい動きでちゃんとミートさせるっていうのを覚えた方がいいよっていう話というわけで、そこぐらいかな。あとは入射角ここね、そう10度10度ダウンブローはさすがに行き過ぎだから、これは後々ジャンプするなりなんなりっていうのを覚えてもらうって感じかな。であとはクラブのフェースの向きとクラブのヘッドの、関係性っていうのの教育をしてもらおうと思うのでこれからドライバーをやります。